これ1対1ね、1対1分かんないか、1対2、3と。薄いけど美味しいんじゃない？これ40ミリぐらい。ホッピーね。ホッピーはこのぐらいかな。はい、こんにちは、みなです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はビアボール、これ買ってきてみました。試してみましょう。これは蓋がついてるんだね。はい、じゃあ今日はね、炭酸先入れるんだったね。これね、1対1、1対2、1対3でいこうか。じゃあこれ1対1ね、1対1分かんないかな。1対2、あ、これ3入んないな。1、2、3と。よし、じゃあこれにビアボール待っていきましょうか。すごいね、もうこれで150ミリ使っちゃうね。これで、あ、これ回せるんだ。最初からスクリューキャップにすればいいのに。じゃあこれ飲んでみましょう。まあ、こういうのは薄いのから飲んでいくのがセオリーだよね。はい、じゃあ1対3いただきます。あ、でも薄いけど美味しいんじゃない？うん、麦汁って感じ。うん、まあそうだね、ビールに氷を入れて飲むのは慣れてる人だったらこれもありかもしれないね。うん、まあこれもいいんじゃないのかな。はい、じゃあ次は1対2ね。1対2もまあもう濃いね。あ、なるほど、全然違うね。グッとよりビールテイストに近づいたって感じだね。うん、よりビールテイストだね。はい、じゃあ最後、1対1にしてみましょうか。これどうなんでしょうね。1対1にすると、アルコール 16% だから 8% ぐらいっていうことなの？でもあんまりね、アルコール感はそんなに感じないね。うん、でもね、多分ね、ビアボールを飲む人はね、これを求めてないような気がするな。さらに薄めて。これで1対4か1対5ぐらいかね。はい、これが1対5ぐらいですね。うん、これ多分ね、ビアボールを飲む人はね、このくらいを求めてるんじゃないかな。結構 YouTube でもね、ビアボールそのまま飲むのが一番とかね、やっぱこういう方が美味しい、まあよく意見あったんですけどね、多分そういう人はね、これを飲まずにそのままビールを飲めって感じなんですよね。やっぱりビアボールで割って飲むのを楽しみたいっていう方は、多分このぐらいを楽しむんでしょうね。はい、じゃあストレートも飲んでみましょう。香りは酸味系のビールの発酵してる感じだね。うん、ちょっと焙煎した黒ビールみたいな感じがして、やっぱアルコール好きはこれを求めちゃうのかもしれませんね。でもこれが好きならやっぱりスタートビールを買った方がいいですしね。やっぱビアボール買う人はやっぱりこのぐらいの人が求める味なんじゃないかな。うん、軽くテイストを楽しむって感じですかね。このぐらいだと思いますね。これとね、もうこれ1対1はいんないな。ストレートと1対3と、
ベーマスグラスね。あ、これベーマスグラスはそんな測んなくてなかったか。やっぱ40ミリぐらい。これとホッピーね。あ、これ扇風機ホッピーね。ホッピーはこのぐらいかな。まあホッピーは焼酎なんでしょうが、ウイスキーのホッピーね。あー、これうまい。フィーマスグラウスのホッピー、これが一番うまいな。ちょっとね、これから比べるとね、ちょっとビアボールから比べるとね、アルコール度数がちょっとかなり高いんでしょうね。まあ、ウイスキー 40% ですからね。これどのぐらいで割ってるかな。1対4ぐらいになってるかな。フィーマスグラウスのホッピーめちゃうま。あ、この後にね、この1対5ぐらい飲んでもね、爽快で結構美味しいよ、これ。あ、なんかね、こうやって飲んでるとね、あんまり濃いの求めなくなるな。こっちの爽快の方が、なんか美味しいな。うん。うまい。おすすめは1対3ぐらいになってますけどね。1対3から1対5ぐらいで飲んでも十分美味しいんじゃないかな。はい、今日は夏を寸前にビアボールのどの割合で飲むのが一番美味しいのかやってみました。濃い味で飲むのもやっぱ美味しいですけどね、みんなでワイワイ爽快で飲むんだったら1対3から1対5ぐらいの、これが結構まあ私は好きかもしれないですね。まあ一番美味しいのはウイスキーホッピー割りですけどね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。